皆さんこんにちは、お手玉です。今回はこちらお夫婦のアルコールマーカーのパステルカラーセットをレビューしていきたいと思います。こちらのお夫婦のアルコールマーカーはもともと大人気で持ってる方も多いのかなと思って、私は今まで動画にしてこなかったんですが、このパステルカラーの色合いがすごく可愛いなと思って今回購入してみました。この動画ではまずこのペン自体の基本情報をお見せします。次にこのコピックと前回レビューした三畳記、この3つを比較したいと思います。そして私が実際にこのお夫婦のマーカーだけを使って色を塗っている様子をお見せします。そして最後に実際に使ってみて良かった点と、もしあれば悪かった点をレビューしていきたいと思います。ではスタート。こちらのパステルカラーセットは48色入りで3690円でした。私は Amazon で購入しました。1本あたり76円なのでだいぶお手頃価格ですよね。ここに持ち手がついていて、ファスナーもしっかりとした作りなので持ち運びの際に開いてしまう心配はないと思います。はい、でこちらが付属品です。これが取扱説明書で、これがカラーチャートで、これが下敷きです。ペンの形はこんな感じです。横から見るとこんな感じです。以前紹介した三畳記のマーカーとほとんど太さや形が同じぐらいです。では実際に書いてみます。こちらのブラシニブの毛先はコピックよりも少し硬いかなと思いました。でも弾力があって細かい部分も描きやすいかもしれません。私は特に描きにくさは感じませんでした。では次にこちらのファインニブの方を使ってみようと思います。こちらはブラシではなく普通のサインペンのような硬いチップになっています。細かい部分や洋服の柄など一定の太さで線を引きたいときはこちらのファインニブがいいかなと思いました。では3種類のペンを同時に比べてみようと思います。この3種類の中ではお夫婦のブラシチップが一番硬いように思います。ただ硬いからといって書きづらいということは全くありませんでした。これは好みの問題かなと思います。でインクの匂いなんですが、こちらもわざわざ鼻をこう近づけて嗅がない限りアルコールの匂いで具合悪くなっちゃうってことはないと思います。蓋の硬さなんですが、こちらはすごく簡単に開きます。多分コピックよりも簡単に開くんじゃないかな。次に色見本を作っていきたいと思います。色見本が完成しました。次に実際に使って絵を描いていきたいと思います。
はい、というわけで実際にイラストを描いてみた感想をまとめました。まずは良かったところから。1つ目、インクがたっぷり出るので塗りやすい、ムラにならない。結構筆先が固めだったんですが、キュッて押して書くと結構インクがドバッと出てくれたので、ムラにならずに塗ることができました。2、色同士の混ざり方がすごく綺麗。特にこの髪の毛のあたりとか、すごくグラデーションが綺麗に作れました。ここは紫、水色、緑、ピンクみたいな感じでグラデーションにしてあるんですが、どの色もそれぞれ自然な感じで混ざってくれて、すごく綺麗だなと思いました。これ本当にコピックと同じぐらい綺麗な混ざり具合だなって思います。この袖のあたりにカラーレスブレンダーを多用しているんですが、髪のデコボコ感が浮き出てこなくて、この混ざり方が綺麗だなって思いました。3、蓋が軽くて扱いやすい。これ実際に1枚イラストを描いてみて思ったんですが、コピックよりも簡単に開け閉めできます。私コピックでイラストを塗るのに4時間とか5時間とかかかるんですけど、もう最後の方は蓋を開ける手が痛いみたいな状態になっているんですが、これはねそんなに手痛いなって思わなかったです。長時間使うってなると、もう蓋が軽いっていうのはすごくいいなって思いました。4、筆の反対側のチップが使いやすい。今回私が購入したのは細字筆タイプなんですが、この筆じゃない方のチップが結構使いやすかったです。髪の毛の細いところを塗るのにも使えましたし、花柄とか描くのにもすごく良さそうだなって思いました。文字も描きやすそうですよね。これコピックなんですけど、筆じゃない方ってこういうブロードニブになっているんですが、私これほぼ使わないんですよ。なのでこれ両方使えるのってすごいいいなって思いました。なんならこのコピックの反対側、この細字になってくれないかなってちょっと思っちゃいました。はい、そして次に良くなかったところです。1つ目、ちょっとねパステルカラーっていうほど色が明るくなかったです。その色自体はねすごい可愛いんですよ。どの色とどの色を組み合わせてもだいたい合うような配色になっているんですけれど、パステルかって言われたら少し濃いかなって思いました。結構ね私コピックでも0000みたいなすごくね薄い色をねたくさん使うんですよ。なのでちょっとねそれを期待しすぎてしまいました。色が濃かった場合、この0番のカラーレスブレンダーっていうのが入っているんですが、これで伸ばしてあげると綺麗に程よく薄くすることができました。なのでそういう使い方をするといいかなって思いました。2、想像よりもインクが横に広がりやすい。私いつもコピックで使う紙と同じ紙を使っているんですが、コピックと同じノリで塗っていると気づいたら結構はみ出しちゃってました。ただこれは自分で意識しながら塗れば改善できることなので、特に問題はないかなと思います。ちなみに裏写りはこんな感じでした。これはアルコールマーカーなので裏抜けすることは想定済みなので問題ありません。書くときに必ずいらない紙を引くことを忘れないようにしてください。総評、とにかくインクの混ざり方が綺麗で良かったです。1本76円なのに、そこだけ見たらコピックとあまり差はないなって思いました。前回紹介した三畳機よりも1本あたりの価格は上がってしまいますが、コピックに比べたら全然リーズナブルなので、試しに購入してみるのもいいかもしれません。で、少しお金に余裕がある方はもう少し色数が多いセットを購入した方がいいかもしれません。特に私のように女の子のイラストをよく描く方は、もしかしたら肌の色が少し物足りないかなって思うかもしれません。で、このお夫婦の説明書を見てみたら、肌の色だけが入ったセットっていうのがまた別であるみたいなんですね。これプラス他のセットがあったらいいのかなって思いました。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。